NPO 法人札幌クラス研究会中村です。再び今の大浴場の上の、私がよく脱衣所と呼んでいるところですね。おもむろにみんな水浴びし終わって、あずくろいしたり、なんか遊んだり、いろいろですね。すごい賑やかでしょ。でもね、これを見ながらみんななんか、えーって立ち止まって、すごい嫌な顔していく人が多くて、なんでなんだろうなーって。これがもしスズメとかツグミとかだったら、あら可愛いなーってスマホ出してパシパシ撮るんですけどね。カラスが集まると、うわーなんか嫌だわーって、誰か死ぬのかしらって、なんか数秒に1回だか世界中って人死んでるわけですよね。それでカラスが鳴いた騒いだで、いちいち死んで、カラス24時間365日ずっと騒いで泣いてないといけないので、そうなるとカラスが生きていけないですよね。なのでちょっと頭使って考えればわかると思うんですけど、やっぱりこの都市伝説ってすごく根強くてね、未だにね、多いですよね、そう言って言う人ね。カラスはその死ぬ人を予感して集まるとか、そんな能力ないので、間違ってもそのようなことは信じないでくださいね。なんか今またすごい、なんか予報に反して雪がすごい降ってきちゃって、ちょっと録画が厳しいので、この辺でやめときます。ではでは。